はい、お願いします。はい、今日はじゃあ行きましょう。はい、チーズ。30秒前。はい、お願いします。今日はゾンビ映画、ゾンビ映画の巨匠の話と、あとゾンビ映画何人間に初めてじゃん。あ、そうかもしれないです。はい、あとドッジボール大会のことも。はい。プロジェクト9プレゼンツ、アメリカの夜。はい、皆さんこんばんは。パーソナリティのジョー拓也です。この番組は映像制作会社プロジェクト9が毎回深夜テンションでお送りするフリーダムなトークバラエティです。番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールアドレスは 761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp、 ファクス番号は 098-934-8653098-934-8653です。また、FM コザではユーストリームとツイキャスにて映像と音声を配信しています。FM コザのホームページからご覧になれますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動しておりますので、ぜひたくさんつぶやいてください。はい、というわけで始まりましたアメリカの夜ですけれども、まあ、昨日ですね、7月の20日、この7月の20日はですね、我らがブルース・リーの命日でございまして、1973年の7月20日に、まあ、ブルース・リーは亡くなりまして、で今年でちょうど、44年になります。まあ、来年で没後45年になるわけですけれども、もしですね、来年までに、ブルース・リーの映画で唯一発見されていませんドラゴン危機一発の日本公開版フィルムが、まあ、発見されてほしいなと思います。まあ、ブルース・リーの没後45周年の、まあ、説明に、まあ、ドラゴン危機一発の日本公開版フィルムが発見されれば、まあ、ブルース・リーでが公開された主演作すべて日本公開版のフィルムが見つかったということになりますので、もうこれは本当に大変貴重な事件になると思いますので、ぜひぜひ来年までにブルース・リーのドラゴン危機一発の日本公開版フィルムが発見されてほしいなって思います。それでは一曲参りましょう。映画燃えよドラゴンのサウンドトラックからメインテーマです。どうぞ。
それはそれでケータ頑張ってます。じゃあ本当にいい相手を見つけないといけないですね。そうですね。彼未だに自分のことをブラッドピットと思ってるんですかね。それはないと思いますけど、ね。そうなんですよね。なんか一時期なんかフューリーみたいな髪型をした瞬間ブラッドピットって勘違いしたみたいですから彼は。フューリーみたいな格好してましたけど。ブラッドピットってほど遠、まあ言っちゃなんですけどほど遠いですよ。まあ自分が言えるタッチじゃないんですけどね。はい。もし何かで雑談できるタイミングがあったらちょっとこの話しましょうか。はい。それはもう前半で持っていきましょう。OK です。はい。というか本題に入る前に入るのもいいかもしれないですね。はい。仕事としてはもう本当に最悪というレベルなんですけどね。結局何もできなかったですし、まあそれはもうそれとして笑い話にするしかないので、ないと思ってるんで今だけ。まあネットの方にはね、誰の車とかっていうのはバレてますけど、電波に乗っけるときは誰の車とは言わない。一番ともすれば暴言になるので気をつけます。、まあ、稲田大臣ほどの失言にはならないと思いますけど。ルーマです。プロジェクト9プレゼンツアメリカの夜 FM 小座から生放送でお送りします。パーソナリティは私ジョー竹谷です。そして番組 DJ を務めております森戸さんにもお付き合いいただきたいと思います。森戸さん、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、始まりました、まあ、アメリカの夜ですけれども、はい、まあ、このアメリカの夜が始まって、まあ、今週から3回目になります。で、話せば分かるプロジェクト9としては、うん、おそらくもう100回は超えてるのかな。そうですね、はい、もうとっくに100回は超えてた状態で一応この10時台に映ってはいたと思うんですけど、はい、そうですよね、はい、まあ、話せば分かるプロジェクト9というのはこのアメリカの夜の番組の、まあ、以前のまあタイトルの番組でしたけれども、ね、まあ、アメリカの夜っていうタイトルになりまして、まあ、もう何度も言いますけれども、本当になんかもう本当に私の自由度が増したっていうか、もうよりよりいっぱいなんかいろんなお話ができるようになったなっていうのも感じもします。もう本当にまあいつもはですね、本当に映画を中心にも話していきたいですけれども、まあ、前半と後半に分けて、まあ、トーク内容をいろいろ変えてちょっとお話ししていこうかなと思いまして、まあ、前半は、はい、まあ、映画はもちろんのこと、まあ、映画以外のお話、まあ、ドラマとか、漫画とかのお話もしたり、またそれと全く関係のない、まあ、特にテーマを決めていないなんかフリーなトークもいろいろ行っていこうかなって思ったりもします。はい、はい、というわけでなんか森戸さん、なんか今週なんか面白い出来事があったということでちょっとお話を。今週というかもうさっきなんですけどね、はい、さっきですか。ついさっき、はい、はい、まあ、ちょっとこれは面白い話にしておかないとちょっと自分の中でいろいろ悲しくなってくるので。あ、もう精神が持たないということですかね。そうですね。面白い話ということで話するんですけども、はい、朝ですね、はいはい、朝の6時ぐらいから実はバラエティ番組を撮っておりまして、はいはい、僕らちょっと宣伝になるんですが、はい、OTV の方で、はい、毎週土曜日の朝11時からやってる沖縄モンドウォーカーという番組を撮ってるんですよ、はいはい、これ6月ぐらいから確か撮り始めたかな。あ、もうそんなになるんですか。そうなんですよ、はいはい、で結構これでも4本目か5本目ぐらい結構流してるんですけど、はいはい、の撮ってるところなんですけども、今回うるま市ということで、はい、うるま市、はい、いいですね、はい、結構広いところでうるま市の歴史をとりあえず辿ってみようと、はい、いうところと、あと夏といえばうるま市で夏といえばということで宇検ビーチからスタートしたんですよ、はいはいはい、撮影が。でこれで宇検ビーチ行って、でまあ一応夏、沖縄夏といえば、はい、お盆があるじゃないですか。お盆ですね。今年は5月ですかね。それに関する、はい、ちょっと話をちょっとさせていただいて、はい、そこまでは良かったんですよ。でまあ、内容については今後ね8月ぐらいに多分放送されると思うんで、内容をお楽しみください、はい、にお楽しみにっていう感じにしておくんですが、ロケは順調にできたわけですね、はい、ここまでは順調だったんですよ、はい、結構もう順調な話ですよね。はい、はい、なんか本当にお盆についてのところまで順調だったんですよ。はい、
その後にですね、そう、今度歴史をテーマに撮影しようということでですね、カツレンジョ氏に行ったんですよ。はいはい、雨割りがあれですね、雨割りの巨像だったと言われている。そこでちょっといただいた食べ物があったので、はい、このそれで腐ったらまずいだということで、あ、何をどういったものなんですかね、腐ったら。食べ物寿司とかなんですよ。あ、寿司、あ、寿司、はい、夏から寿司、まあ、これまたいいですね。そうなんですよ、僕も寿司最近食ってないですからってもうなんかね、最近寿司全然食べなくて、うん、もう一応最近になってかろうじて刺身を食べたんですけれども、はい、もうそろそろまた寿司も食べないといけないなって思ってね。なんか僕ね、小学生から中学生の頃がもう酢飯がもう全くダメだったんですけれども、本当ですか、はい、もう大学生になって以降もう急に酢飯を克服することができまして、うん、今じゃ寿司はもう大好きな食べ物になりましたからね。あ、だからなんか寿司っていう話を聞くだけでもう人の話をそっちのけて、あ、食べて食べてっていう気持ちになっちゃうわけですよ。で今このように森戸さんの会話をまあ邪魔していきなり寿司の話をするくらい、もう僕は今ぐらいそれぐらい今寿司をもう大好きになりましたからね。帰りに買って食べたらいいと思いま す, す、まあ、ごめんなさい、話を邪魔してしまいました。いい、はい、でですね、そう、これ寿司で一応やっぱりあれじゃないですか、はい、夏なので、はい、悪くなったらまずいじゃないですか。まあそうですね。っていうことでクーラーをガンガンにして、はい、この車に置いてたんですよ。はい、でそうですね、ロケをその場面を撮り終わった後に車移動するぞってなって、はい、車に乗ってみたらエアコンが止まってるんですよ。これ、うん、あれって思うじゃないですか。ですね、そしたらですね、ガス欠してました。わ、燃料がなくなって、中のお寿司はどうなってたんですかね。いや、そこはまだ大丈夫だったんですよ。あ、かろうじて食べることはできたんですね。変な匂いもしてなかったので、うん、あ、じゃあ大丈夫ですよ。ただその後にですね、おそらくもうこれで発電されないままで電気をガンガン使ってたのか、バッテリーが上がってたんですよ。はい、もう車が、信号待ちで止まるぐらい、エンジンが一回止まるぐらい、わ、もうこれは結構痛いですね。やべえ、寿司を保存するためにクーラーを設置していたら、これが結構来たんじゃないですかね。そうですね、はい、で結果いつ寿司がどうなったかは正直知りません、はい、一応持って帰って今事務所あるんですけど、はい、あ、まだ食べてないんですね。食べようっていう気がもうこれ以上ちょっと怒らないので私ほったらかしてるんですが、こんなことが起きたら車の発電機が壊れたっていう風になったら、ね、それは寿司を食べる気も起きないですな。そうですね、それでさっきですね、はい、車屋さんにちょっと車預けて、はい、戻ってきたところで、やばい、 FM 小僧までどうやって行こうとそれぐらいの窮地に立たされるわけです。だから僕もね、たまたまFM 講座に向かってる最中に、まあ、森藤さんの方から連絡が来まして、まあ、本当にタイミングが良かったですよね。そう、多分今の時間ぐらいに前通りそうだなと思って、はい、近くを通りそうだなと思ったんで、はい、ちょっとヘルプミーと言って、あ、すごいなんか偶然が重なりました。ちょうど僕その頃車でガソリンスタンドにガソリンを入れてる最中で、その時に森藤さんの LINE が来ましたから、あ、まあ、よかったです。まあ、かろうじて捕まれることもならずに、うん、森戸さんのところに住んで、事務所で森戸さんを拾って、まあ、こうやって FM 講座にいますからね、はい、もうなんか普段だったら、もう気にしないでいいような、そうで気にしないでいいような時間帯に、はい、もうどうやって行こうかっつってヒヤヒヤでした、はい、なんかキルビルのセリフでもあったんですけれども、はい、なんかなくした時にありがたみが分かるってもんだっていうセリフがあるんですけれども、あ、まさになんかその状況に似てますよね、はい、なんか本当に物ってなくした時にありがたみっていうのは本当に分かるなって、だから油断っていうのはいつでもできないなってますね。そうですね、なんかあれもこういうことであるじゃないですか、なんかよく忘れ物をする人とかでも、なんか忘れ物しないようにしないようにって気をつけておけながらやっぱり忘れ物をするじゃないですか、はい、だから忘れ物が多い人っていうのはやっぱりどこかしら油断しちゃいけないなって気持ちがあると思うんですけれども、でもそれが抜けちゃって忘れ物しちゃうみたいな、うん、だからもうこれを維持するのがやっぱり大変と思いますね、意識をするっていうのがね、うん、そうですね、はい、だからね、だって車もいつ何時メンテナンスを いつも毎日毎日しっかりしていっても、いつ何時壊れるか分かんないじゃないですか、はい、メンテナンスいつも管理能力が高い人でもやっぱ物を壊すっていうことはやっぱあると思うのでね、うん、だからね、いつどのように壊れるかっていうのを常に計算しておかないといけないのかなって。でもそれって無理ですよね、人ですから。完全に
予見するのは、まあ、なかなか難しいと思うんですけど、はい、結局、まあ、何が言いたいかっていうと、悪い流れを断ち切れないままここまで来てしまったっていうでもその悪い流れをこの番組まで持っていかないようにしてほしいですけれど頑張りますいやでもその悪い流れっていうのは食い止めるのが私上卓への役目でもありますからね。絶対この悪い流れを番組に持ってこさせないように、今日は とてもリスナーにとっても本当に聞いてよかったなって思えるような番組にしていきたいと思いますのでね、はい、ぜひぜひ皆さん本当に、チャンネルを変えないでそのまま放送を聞いていただきたいと思うんですけれども、まあ、森戸さんもこういう、今週、まあ、さっきこのようなちょっと悲惨な出来事がまあ起きたっていうわけですけどもね、はい、まあ、でもね、あのこれもゆくゆくは笑い話になれるはずですからね、そのマイナスがプラスになると思うのでね、まあ、これもいい研究だったんだみたいな感じでやってきたらなと思うんですけれども、ね、まあ、あの僕もですよね、ちょっといろいろ今週前半ちょっとフリーな感じでちょっと投稿していきたいと思うんですけれども、まあ、あの僕はですね、まあ、先週あのこの FM 小山さんでドッジボール大会がありまして、はい、このドッジボール大会に出たんですけれども、うん、まあ、ドッジボールをやったのは確かもう高校以来かなって思うんですけれども、もうドッジボールね、あのやるってなった瞬間もうなんか子供心っていうか、そういうなんか気持ちがなんか蘇ってきて、もうなんかもうとにかくなんか体を動かしたいな動かしたいな動かしたいなっていう気持ちが起きたんですよ、うん、まあ、でも最近もう本当になんか体を動かしたいなっていう気持ちが最近本当に強くなってきて、もう最低でも週に2回とかもう普通に、あの僕学生時代とかテニスとかやったんですけれども、そのテニスとかをやったりとか、あとまあ、バドミントンも僕やってましたから、そのバドミントンとかもやったりとかもするんですけれども、うん、まあ、あのだから何かしらスポーツ大会があるって聞くとやっぱりそれに出たくなるわけですよね。だからドッジボール大会があるってわけで、そうですよ、あるってわけでなんか楽しくなっちゃって、うん、でも僕あのあまり集団でするスポーツがあまり得意ではなくて、例えばサッカーとかバスケとか、まあ、バレーボールとかその類のスポーツはあまり得意じゃなくて、ドッジボールは集団でやるものではないんですか、まあ、ドッジボールはまあ集団といえば集団ですけれども、まあ、外に出たらもう自分だけじゃないですか、自分中心になるじゃないですか、もうあの、うん、内野にいるときはもうちょっと相手のことも気にしないといけないんですけれども、うん、当たって外野に出た瞬間はもう近くにいる敵のことだけを考えればいいので、ひたすら投げればいいので、だからあまり集団っていうことは考えずに、もうひたすら投げる投げる投げるで剛速球を投げるっていうことだけを考えてたのでね、だからもうね、あまり人のことはちょっと気にしなかったんですけどもね、どうもなんか集団でやるスポーツが僕はちょっと合わないなっていうところがあってね、だからでもドッジボールはちょっと例外かなっていうところなんですよね、うん、まあ、このドッジボール大会なんですけれども、あの結構ね、あの小さいお子様がたくさんいて、だいたい小学生ぐらいのお子さんとかもたくさんいたので、だからあの遠慮できないなって遠慮しないといけないなって思いましてね遠慮しないといけない方ですよね、はい、もうね、あのだから子供を当てようとしても本気で当てるわけにはいかないので、ちょっと弱いよく投げたりとかね、でまたあの自分の仲間の中にまあ子供がいたとしたら、その自分が投げるのではなくて子供にそのボールを渡して投げていいよみたいなこととかもしたりするわけですよ、うん、はは、まあ、でもこのボールテニスに大会に参加していた、まあ、ほとんどの方がそうしておりましたね、あの自分が投げるのではなくて投げていいよって言って子供に渡して投げさせるって、うんうん、でも子供もあのやっぱりあの力があまり強くないわけですから、まあ、あまり当たらないんですけれども、うん、でも大人の人たちはみんなわざと当てに行ったりとかして、なんかいろいろとまあ配慮とかそういう見られるような大会でしたね。でもなんかそれはそれでやっぱり面白かったですね。なんか自分もねわざと当てられに行こうみたいなこともしましたし、うん、でもあの僕結構この大会の中で子供に気を使ってて、僕気を使ってたんですけども、まあちょっと大人としてやっちゃいけないこともやってしまいましたからね。それが 何かっていうと、あの子供を盾にしました。はあ、子供を盾にして、当てられないようにしましたからね。なんかあの外野の人がボールを持ってるんですよ。で、うん、近くにあの子供がいて、でその子供を前にして当たらないようにしてみて。そしたらその外野にいる人が躊躇するわけじゃないですか。俺のことを当てることができなくなるわけじゃないですか。だから俺の狙わないで違うところに投げていったんですよね。
でもその人最初は自分を狙ってたんですけれども、子供を立ててした瞬間狙わなくなりましたからね。イスラム国ですねもうこれはね、大人としてやっちゃいけないことなんですけれどもね。でもね、あの勝負の世界はね、勝負の世界ですから、無慈悲ですから。だから僕もね、あの最低っていう考えよりもちょっと受け狙い的なことで やりましたから、うん、まあ、あのこの時にみんな最低って言ってもおそらく誰も本気で最低とは思ってないだろうみたいな。あえてでもあれですよ、はい、ここはあの全力で子供に当てに行くっていう、はい、でも子供に本気で投げたらそれはやっぱりダメですからね、怪我させるわけにもいかないですからね、まあ、だからあと本気で狙っていいのはやっぱ大人だけですよね、うん、だから大人を狙うってなったら、例えばそれがあの女性の方でも僕は全力で行きましたからね。顔面狙わなければね。そうです、顔面さえ狙わなければ全然 OK だったのでね。まあでも、あ、でも行きたかったですね。あ、そうなんですね。モイトさんはこの日は行く予定だったんですけど、ちょっと撮影があったっていうことで急に入りました。はい、この撮影っていうのはもう どういった撮影でした、ちょっと言える範囲で教えてほしいんですけども。ですね、はい、綺麗なニューハーフを撮ってます。はい、あ、ニューハーフですか綺麗なニューハーフのお姉さんを撮ってました。あ、僕いいですね、ニューハーフ。僕ニューハーフ大好きですよ。あの前の時間帯の時にね、はい、あの 前の前ぐらいの時間帯に、はい、あのおねからずの皆さんが、はい、あ のラジオがの間だったんですけど、はい、それとはまた違った形で、違った感じで、はい、あれですね、あの綺麗な方が右が来てて、もうそれはあれですか、もうコンテストに出られるようなレベルのニューハーフの方ですか。そうですね、あの正直あの本当にお二人いたんですけれども、一、はいはい、人は本当にあの女性にも女性に見える、完全に女性に見える感じでしたね。もうなんかこの方たちってやっぱり美容とかそういうの知識っていうのは本物の女性以上にやっぱなんかありそうな気がしますけれどもね。そうですね、あの、はい、うちの平が、はい、あの合図決めてたんですよ。合図、はい、はい、あの女性として認められると思ったら、はい、左の方を撫でるっていうあの一通りの撮影が終わった後にスッて左の方を撫でたんですよ、あいつ、はい、やつは認めたという、あ、やつが認めるぐらいのそのぐらいの綺麗な方でしたね、はい、うちの平はやっぱり結構面食いな方ですか。まあ、そうですね、割と、まあ、面食いで、それであの割とって言っちゃいいのがそれであの女性、本物の女性と認めていいぐらいの人には出会ったわけですからね。だからその人とまあね、まあ言っていいのかな、交際しちゃってもいいんじゃないですかねそこは任せますけど、はい、あのその時のですね、はい、ディレクターやってた方が、はい、あのうちだったら付き合えると言ってました。わ、自分だったら付き合えると言ってました。そんなレベルの人ですか。僕もそんなレベルでしたね。僕も会ってみたいですね。なんか多分松山ら辺のお店にいそうなんですけどいる方らしいんですけど、はい、あの面白かったのが、はい、このクライアントさんがですね、はいはい、クライアントさんが の社長さんかな、店長さんかが結構あのその店好きらしくて、はい、その人にしょっちゅうあのそのお店にちょっと行ってたらしいんですよ、はい、である日部下を連れて行ったらあの散々なんかしかしてたらしいんですよこの男の人、この部下の人があのそうと知らず、はい、後ろにニヤニヤしながら見てたそうで、しかしていて、あとでニューハーフって分かって上みたいな、まあ、上って言ったら失礼ですけども、上って言ってないと思うんですけどそうですね、後でネタバラシをするっていう。あ、でもなんか面白いないいですね、はい、と思いましたね。なんかちなみにそのニューハーフの方の、まあ、胸とかも触ったんですか。触ってないですけど。あ、そうですか。あれなんですよね、はい、なんかこうニューハーフと分かって、一応ニューハーフの方だとは分かってるんですけど、はい、直視していいものかどうかって思うぐらいには綺麗でしたよ本当に。もうなんかじゃ あれですね、本当に相手のこと男性って分かっていても、なんか女性と話すことが慣れてない男性の方が話そうとしたら多分まともに話できるかなぐらいな。あ、そうですね、本当にあの女性ないしてない人はなんかためらいそうなぐらい綺麗でしたよ、はい、見てみたいですね。なんか今最近流行ってるモデルさんとかだったら、まあ、あのモグラ女子で有名な、まあ、泉理香さんとかがいますけれども、なんかその方とちょっと並べさせて、うんどっちが綺麗かっていう、なんかちょっと差別的でありますけど、なんか投票とかしてみたいですけどねいい勝負になるんじゃないですか。なるでしょうね、あれは、はい、正直身長もありそうですけれども、
これがですね、はい、自分162あるんですけど、はい、自分より小さかったです。いやもう150代150代ぐらいじゃないかと思う。ヒール履いてて同じぐらいになってたんで、ね、じゃあ本当になんか本当にあれなんですよ、背格好も含めてちょっと結構女性っぽかったんですよ、はい、やっぱり細かったですか。細かったですね、じゃあ女性みたいな体型もしてるわけですよね。もう本当にこの人は完璧でしたね、はい、あすごいな。なんかこの人がドッジボール大会に出ていったら盛り上がっただろうな。盛り上がったかな、はい、多分盛り上がったと思いますね。小学生たちが見たら多分ちょっと混乱するかも分かんないですけども、もう我々から見たらすっごい人が今日来てくれたらって思いになってやっぱりテンション上がると思います。やっぱりニューハウとはいえやっぱり綺麗な人がやっぱり近くにいるとやっぱりなんか気持ちが和むので、なんかやっぱりそれだけでテンションが上がりますから、うん、だから僕はね、なんか彼女たち、あ、彼女っていうか、まあ、この方たちが来ていったら多分ドッジボール大会もっと面白かっただろうなってちょっと思ってたりもしましたね、うん、何してもドッジボール大会には行けなかったんですけど、はい、そういう感じで撮影してました。でも森戸さんたちですごく楽しそうでしたね。ちょっと楽しかったですね、はい、僕たちも楽しかったですよ。だって本人たちも結構楽しい方だったので、はいはい、僕もですねこのドッジボール大会で景品としてバランスボールをいただきましたから。あ、これはあれですか、なんか勝利してるとこですか。抽選があったんですよ。で抽選会がありまして、うん、その抽選会でもう僕の名前が引かれたので、それでバランスボールが当たったの で、ね、で今日収録でバランスボールに乗りながら収録に臨もうかなと思ったんですけど残念ながらそれちょっと用意することができなくて、まあ、邪魔じゃないです、まあ、邪魔ですね運び込むのが、はい、まあでもいつか機会があったらバランスボールを乗りながら1時間ずっと喋ってみたいなってやっぱ思います。でバランスボールに乗った状態でどう自分の声が聞き取れるか、変わってるのか変わってないのか分かんないですけど、でもちょっとねちょっとグラグラしながら1時間喋れそうですので若干ちょっと気持ち悪くなるじゃないかなって思いますよ。でもまああれじゃないですか、最近は会社の椅子として使うところもあるみたいじゃないですか、そうですよね。なんかバランスボールを使いながら仕事をしているっていう方もちらほらいらますね。なんかだいたいフレックスタイムとかを導入しているような企業だったり、うん、そうですね、オフィスカジュアルって言いますか、そういうなんか普通に私服とかが認められているような会社とかだったら全然普通にバランスボールで仕事をしている会社とかもありますからね、うん、でも僕は、まあ、別にそういうのも嫌いではないですけれども、やっぱり会社だったら会社っていう感じでやっぱ椅子の方がいいかなって思ったりしますけどね、うん、なんか僕はやっぱり普通 の、 私服とか T シャツとかも僕全然 OK ですけれども、まあ会社だったらやっぱりスーツとかあとカリオシエウェアとか着ている人の方が僕はやっぱりいいかなって思ったりしますよ、うんうん、まあ、でも全然それ人の好みですけどもね、なんか全然、これで仕事のなんか作業能率が上がったりとかすればそれはそれでも OK ですから、だから何が悪いっていうのは僕はないと思います。ただ僕はスーツが好きかなっていうね、うん、なんかできることだったらね、もし日本が一日中なんか涼しいような国だったら丸一日なんかスーツでいたいなって思ったりしますよ。本当ですか、はい、またね、やっぱり SP とかそういうようなドラマとかを見ていると、うん、なんかスーツを着ながら運動したりとかね、うん、なんかスーツを持って日本刀を持って暴れるっていうのがね結構憧れなので、ね、僕の中でとりあえずかっこいいですね、それは、はい、そうです。あと見てくるわ。あとキングスマンですよ、やっぱり、はい、一番やっぱり傘とか鉄砲を持ちながら、うん、悪い奴らを戦うと、はい、悪い奴らと戦う、しかもスーツを着ながら、スーツとあと黒ぶ大きい黒縁メガネを着ながら、ね、いかにもインドア派的な感じの人がお暴れするっていうのは、このギャップがいいなと思ってね、うん、またこのキングスマンっていうのはまた続編が今年に公開する予定なのでどう展開していくかすごく楽しみですよ。だからこのドッジボール大会も全員スーツでやったらどう感じだったんだろうなと思いますよ。暑くて大変じゃないですかねそこは。まあでもね、もしクーラーがあれば多分大丈夫かもしれないですけど、クーラーなかったですか、はい、クーラーはありませんでした。あ、はい、まあ、このドッジボール大会また来年もですね、なんかこの FM 小座さんはスポーツ大会をちょっと企画してくれそうなので、まあ、来年はおそらくまたドッジボールではなくてまた別の競技になるかと思うんですけれども、久々にドッジボールをやれたのですごく楽しい思いさせてくれました。本当に FM 小座さん本当にありがとうございます。はい、というわけで前半はちょっとフリートークでちょっと中心に行いました。でここでですねちょっと1曲をかけたいと思います。まあ、
ドッジボールっていう映画がございまして、そのドッジボールの映画のサントラから、お送りしたいと思います。セオドラ・シャビロによるメインテーマです。どうぞ。どう
ドルビーアトモス、まあ、ホームシアターですけれども、ちょっとデモ的に体感したことがあるんですけれども、うん、あれすごいですね。もうなんかなんていうか、上から音が降ってくるんですよ、ね、降ってくる、なんか音が自分をなんか積んでるような感じになりますよ。これやばいですね。これ見てみたいですね。そういうこれ聞かす、これ味わったら普通の 5.11 とか戻れないんじゃないかなと思いましたね。少なく見えてるですね。もうしょぼく感じると思いますよ。だからそれで、でもそのドルビーアトモスってあれじゃないですか、あの今ブルーレイでも収録することが可能なのでね。あ、そうなんですね。はい、そうですよ。しかもあのドルビーアトモスはあのドルビー一流 HD っていう企画と互換性があるので、対応してない、うん、システムで再生すると自動的にそのドルビーチル HD に変換されるっていう、大変便利ですよ。だからもうブルーレイの容量とかも気にせずにそうやって収録とかでできるから、 HB マです、はい、プロジェクト9プレゼンツアメリカの夜 FM 小座より生放送でお送りしております。番組ではメッセージを受け付けております。メールアドレスは 761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp、 ファックス番号は 098-934-8653 098-934-8653 です。メッセージどしどし募集しております。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。また後半もですね、DJ 森戸さんにお付き合いしていただきたいと思います。はい、森戸さんよろしくお願いいたします。お願いします。はい、というわけでアメリカの夜後半のコーナーなんですけれども、はい、まあ、前半はですね、まあ、ドッジボールの話を中心に、まあ、ちょっとフリーな感じでトークをしてきましたが、まあ、後半はですね、ちょっとまあ映画に関係するお話をちょっとしていきたいと思います。はい、はい、というわけで、まあ、映画に関するお話なんですけれども、ちょうど今年の7月にですね、はい、映画監督のジョージ・ A ・ロメロさんっていう方が77歳で肺がんのために亡くなったっていう訃報がありまして、今週後半はですね、このジョージ・ A ・ロメロ監督についてちょっとお話をしていきたいと思います。名前を聞いたことある方ですね、はい、この人、このジョージ・ A ・ロメロといえばもうゾンビ映画の巨匠ですよ。あ、ゾンビ映画、はい、ナイト・オブ・リビング・ザ・デッドから始まって、ゾンビ、あとシリオの滴りとか、あと最近ですと、ランド・オブ・ザ・デッドっていう映画とか作りまして、もう本当にゾンビ映画の巨匠、もうゾンビ、この人がいなかったらゾンビっていうキャラクター自体がまあこの世にいなかったんじゃないかっていう、だからバイオハザードとかワールド・オー・ゼットもこの人がいたから作ることができた映画なんだなって非常に思いますよ、うん、ゾンビというものの形を定義した監督みたいな感じですかね。ゾンビ映画をもう最初に作った監督ですよ、うん、でこのジョージ・エ・ロメロさんなんですけど、写真がちょっとあるんですけれども、まあ、こちらがですねジョージ・エ・ロメロさんの写真ですね。まあ、見た感じですと、まあ、どうですか森田さん、見た感じ、まあ、見た目ですけども、ちょっとですね、はい、カメラちょっと後近づけますけど、はい、結構優しそうな方に見えますね。そうなんですよね、すっごい優しそうな、老人の方で、年配の方で、すごいな、黒縁メガネ、すっごいな、縁の大きい黒縁メガネをかけておりまして、なんかもう本当にマーティン・スコセッシ監督みたいなメガネをかけておりますし、またバイオレンス映画 の巨匠でありますサム・ペキンパー監督を優しくしたらジョージ・エロメロになるんじゃないかなみたいな、なんかいい映画をしてますけどね、このおじいさん、すごいいい、まあ、老人のお方なんですけども、もう作る映画がもうグロい映画ばっか作ってきたのでね、この人はもう残酷な映画をたくさん作ってきた、もう残酷といえばジョージ・エロメロだろうみたいな、まあ、そんなレベルですか、こんな顔して、そうですよ、すごいなんかだからギャップがありますよね。そうですね、優しそうですけど、逆になこの人はなんか恋愛映画とかルイマルとかね、あとフランスはトリュフォーの映画を作るみたいな感じの映画を作る人かなって思うんですけれども、うん、全然違いますからね、もう残虐な映画をたくさん作ってきて、このように輩出してきて、でそれによって世界中にたくさんのファンを生み出した人でもありますから、まあ、僕もジョージ・エ・ロメロ監督はもう大好きでしたよ、うん、もうこの人の代表作といえばやっぱりもう1978年のゾンビなんですけれども、はい、このゾンビがもう当たり前ですけども、全てのゾンビ映画の中でやっぱりこのゾンビがやっぱ最高傑作ですよ。元祖がもう元祖ですよ、うん、まあこの
実際このロベロ監督があのゾンビ映画を手掛けたのはまあ2本目で、このゾンビがまあ2本目になるんですけれども、まあこのゾンビっていう映画がまあどういった映画かっていうと、まああのアメリカにですね、まあ、突如あの原因不明のまあ病気っていうか、そういったなんか事件が起きまして、それからどういった事件かっていうと、あの人が、まあ、死人が急に人を襲い始めて人肉を食い始めるっていう事件が起きまして、でその人肉が食べられた人たちもやがて死んでしまって、で、まあ、ゾンビっていう形になって、まあ、また人々を襲うって話で、ゲームの方のバイオハザードそのものですね。そうですよ、まあ、本当にそのものですよ。でそして、まあ、かろうじて生き残った人たちで、あの、ピーター、スティープ、ロジャー、ゲイランっていう、まあ、この4人の男女がありまして、その4人の男女が、はい、あのアメリカの郊外にありますショッピングモールに立てこもって、でそこでゾンビたちから入ることができないように、まあ、バリケードを敷いて、そのショッピングモールで暮らすっていうお話ですよ。あ、暮らすっていう話なんですか。はい、そうですよ。もうそのだからどうやって脱出しようとかじゃなくて、どうやって脱出しようとかではなくて、もうそこに立てこもって、もうそのショッピングモールの中で暮らすんですよ。へえ。だからそういう映画なんですね、ゾンビっていう映画は。うん、だから、このゾンビっていう映画は、すごい残虐描写の中に、実はあの人間社会とか、そういったも人間の文現在文化のなんか批判とかをすごく訴えた映画ってやることでも非常に有名で、この実はこのゾンビっていう映画は、あのなんか人々のなんか消費文化とかをすごく批判してる映画でもあるんですよね。なんか何も欲しいものとか何もないのに、ただ買っては捨てる、で買っては捨てる、でそしてなんかゴミとか増えて、なんか意味のない消費が繰り返されていくっていうのは、なんかそういったところをなんか強く批判した映画として有名で、だから結構社会性のあるテーマでもある映画でもあるんですよね。社会性なメッセージがある映画でもあるって、消費社会になんか一投投げるような感じの、はい、そういうような映画でもあるんですよね。だからもうなんか見ているとなんかもうなんかもう意味不明に人間たちが物を買っては捨ててみたいな、それをなんか繰り返しみたいなで、あのなんか生産性のあるのかないのかなんか分からないようなあのものがあるのか分からないようなものがたくさん出てきて、もうなんかもうなんていうか、なんか人間の欲とかそのものをなんか描いてるような映画でもあるんですよね。はい、だからこのゾンビっていう映画は、実はこの映画に出てくるゾンビよりも人間たちの方が結構怖くて、あのなんか映画の途中であの暴走族が出てくるんですけれども、はい、その暴走族がすごいなんか命知らずな連中で、もう普通にバイクを乗り回してはゾンビに対して普通に攻撃ナイフで刺したりとか銃で撃ったりとかしてくるわけですよね。もう完璧な命知らずで、こいつらはあれですか、はい、ショッピングモールの外にいるんですか。そうですね、こいつらもショッピングモールの外にいるんですけれども、でやがてこいつらもショッピングモールに侵入して、あのそのショッピングモール内にあるまあ商品とかを奪っていくわけですよ。いろんなものだから、普通に血圧計とか測ったりとか、普通にイヤリングとか盗んだりとか、まあ、はてまたそのゾンビが身につけているアクセサリーも奪ったりとかしちゃうわけですよ。でも彼らが別に、ね、盗んで何するかって言ったら別に何もするわけでもないわけですから。だってね、あのゾンビ世界中でもゾンビがあふれ返ってるわけですから、はい、お金とかそういったものには価値がなくなるわけですよ。そうですよね、はい、奪う意味ないですよね。もう奪う意味が全くなくなるわけですよね、だけれど彼らは取っちゃうんですよね。もう意味もなく取っちゃう、だからただ意味もないものも欲しがるっていうね。だから意味もないものを欲しがって、で相手を結局困らせるだけみたいなね。だからなんかそういったとこがなんか面白いなって思いましたね。なんかいろんな見方ができそうな映画ですね、はい、だからあのすごく残虐なところの中にすごくなんか政治的なメッセージがあって、だからある意味あの世界一分かりやすい政治映画なのかもしれないですよ。はい、なんかもう政治映画って言ったら大体オリバーストーンとかが作るような映画とかだったら、やっぱりアメリカのことをちょっと分かってないとちょっときついのかなっていうところはあるんですけども、まあ、ゾンビもある程度アメリカのことをしていたら分かるかなっていう映画でもあるんですけれども、全然なんかそんなこともなくて、なんか見終わった後はやっぱり人間が結局一番怖いんだなって、なんかそういったことを思い知らされるような映画で、なんか大体ジョージ・A・ロメロ監督っていう人もなんかそういう人だったらしいんですよね。なんかもうもともと政治的な映画を作りたかったらしくて、はい、ですごくなんか難しくて小難しい映画とかを作るのがもう彼の夢だったらしいんですけれども、やっぱり彼そういうこと
そういう映画を持ち込んでもやっぱりなんか企画が通らなかったとかそういったことがやっぱり非常に多かったらしくて、うん、でそれであのゾンビ映画 のこの脚本をあのイタリアの映画監督であります、まあ、ダリオ・アルジェントと一緒にこのゾンビを作ったんですけれども、そうするとその世界中でたちまち大ヒットしたわけですからね、はい、でこうやってヒットしてもうジョージ・エロメロっていう監督はもう本当にもう世界中にたくさんのファンがいる巨匠にまで育ったんですけれども、でもこのゾンビっていう映画はなんか矛盾してるところもあるんですよね。その矛盾してるところが何かっていうと、この映画実はバージョン違いが非常に たくさんあることでも有名なんですよ。バージョン違いですか？はい、あの例えばあのアメリカ公開版ですとか、あとディレクターズカット版ですとか、あとあのダリオ・アルジェント監督が、まあ、監修を行って作ったダリオ・アルジェント監修版っていうのもありまして、あとなんかあの闇ルートで見られるっていうファイナルカット版も存在するらしいんですよね。これがなんか3時間あるそうなんですけれども。3時間、はい、長いですね。長いですね。ゾンビ映画が3時間ですからねこれ結構見るのは結構大変かなって思うんですけども、疲れそうですね、まあ、でもあの先ほど言いましたようにあのジョージ・エロメロ監督はゾンビを作ることによって、まあ、人間の欲とかあとは消費文化、まあ、無駄なことっていうみたいなことをなんか痛烈に批判した監督であって、物があふれることに対してすごく懐疑的な人だったんですよね。だから物がなんか意味不明に生産されることがだから人間にとって良くないっていうことを、まあ、すごく言ってる監督であるにかかわらず、うん、まあ、彼自身はたくさんのバージョン違いを作ったわけですからね。そこのところちょっと矛盾を感じるんですよやってることの一部は若干無駄じゃないか、はい、これっていう、はい、そうですね。だってね、あのこうやってバージョン違いをたくさん作るっていうことは結局あの無駄なことをしてるのかなって思いますよね。まあ、見れないところでは見れないですからね。そうですよ、見れない国だったらこの映画を全てのバージョンを見れない国だって存在するわけですから、はい、だからこうやってバージョン違いを作るっていうことは、まあ、それこそ人間のなんか無駄なすことをさせてるんじゃないかなと思います。だってマニアな人っていうのはやっぱり全てのバージョンを、まあ、見たがるわけじゃないですか、はい、だから全てのバージョンを 見たがって、でそれでよってあの DVD とか一応買ったりとかするんですけれども、でもまたあのDVD どころか、まあ、ブルーレイのバージョンとかもあったりして、ブルーレイでもまた、一つ一つのバージョン違いでバラ売りとかもされておりますからね、うんうん、まあ、これこそ消費社会の、ね、一番ダメなところなんじゃないかなみたいな。どうせ作るんだったら今の時代あの1枚のブルーレイで3つのバージョンとか収録することとか可能なので、いい商売してますね、はい、でも、はい、だからそうやってバージョン違いに分けて販売すること自体がもうこのはっきり言ってこの映画が持つ最大の矛盾ですよ。あ、なるほどね、はい、面白いですね、そういう言い方すると。だってね、なんてこの人、ね、こういう、ね、商売についてどう思ってるのかって思いましたね。だってね、自分が一番映画でこのゾンビっていう映画の中で一番言いたかったこと、そして一番やっちゃいけないこと、こういう人間が出てほしくないっていう、まあ、要するに自分がやられたら嫌なことを自分がやってますからねこの人なんか説得力が、そうですよね。だってちょっとなんかその辺は矛盾を感じますよ。だから、ね、彼はいろいろなゾンビ映画をこれからもいろいろ作っていくんですけれども、シリアの滴りとか、あとランド・オブ・ザ・デッドとかも作っていくわけですけれども、うん、それでもなんかね、結局新しいゾンビ映画を作るっていうことは、まあ、それこそやっぱりあの消費社会とかのそれこその続きなのかなみたいな。だって、ね、うん、ゾンビ映画っていうのは量産体制にまあ入っていくとやっぱりあの飽きられてしまって、結局無駄なものが売れ残っていくわけじゃないですか、はい、だからゾンビ映画にもその類のものとかがやっぱりあるはずなんですよね、うんうん、だからそういうなんか悪い影響もちょっとこの人は作っちゃったんじゃないかなってなるほど、はい、でそう思いますよ。でも、まあ、あのジョージ・エロメロ監督のまあ批判みたいなことをちょっと話してますけど、まあ、逆に実は全然批判とかではなくて、なんかこの人がやってることが面白いなと思って、ただ単純に自分が思ってることはまあ率直にまあ述べてるだけなんですけれどもね。だってでもね、あのこれだけのファンを作った監督でもありますから、だからこれからこの人は後世にいろいろ語り継がれていくと思います。だってね、うん、あのゾンビっていう映画いろいろバージョン違いもたくさんあって、またあの自分が一番嫌なことをこのゾンビの映画でやっちゃってるっていうのもね、そういうなんか矛盾を見つけるのもすごく面白いなって思いました。だからやっぱり人間っていうのはあの、まあ、哲学者とかもそうですけれども、あの自分が思ってること
日頃から不満に思っていることを、まあ、なかなか自分の方が逆にやっちゃうっていう、まあ、そういうことはやっぱり人間っていうのはあるんだなって、矛盾をはらんだ存在ということですね、はい、だからこのジョージ・エロメロって監督はそういった意味を込めて、なんかそういう中でなんか社会科の授業とかでこの人はこういうことをしたんだよっていうのをちょっと教えてほしいなってなんか思ったりもしました、はい、本当に、いい監督なのでね、アカデミー賞を取っても全然いいぐらいのそういった巨匠なので、はい、ぜひ皆さんもこれからもジョージ・エロメロ監督とかをいろいろとちょっと映画を見てほしいなって思います、はい、というわけで後半は、ジョージ・エロメロ監督についてお話をしました、まあ、ここでですねちょっと1曲をかけたいと思います。あの映画ゾンビの中でかかった曲ですね。この映画ゾンビのサウンドトラックから、ザ・コンクです。どうぞ。映画ゾンビのサウンドトラックからザ・コンクです。プロジェクト9プレゼンツアメリカの夜、いよいよエンディングの時間がやってまいりました、はい、というわけでアメリカの夜ですけども、先ほど流れた曲がですね、あの映画ゾンビのサウンドトラックの曲ですからね。どうでしたか森田さん、さっきの曲聞いてみて。だいぶ明るい感じの曲で、これのシュールな感じになっちゃいそうですけど ね、はい、もうね、あのすごい残虐なものを見せられた後にあの曲がかかったわけですから。へー、
でもなんかあんな明るい曲がかかるのがなんか逆になんかこの世の終わり感っていうのをすごく醸し出していって、うんうん、なんかもうシュールさもあると同時にもう地球はもうゾンビによって支配されてしまったんだっていう感があの曲がかえってそれをなんか醸し出しているようなやっぱ気がしました。もう開き直ってますね全部渡つって、はい、そうですね。だからもうね、なゾンビが全部歩き回ってる時にあの曲がかかるわけですからもう地球は完全にゾンビのものであの曲がかかるのが、まあ、ゾンビの世界の日常で人間の世界の非日常、まあ、普通が逆転したわけですから、うん、なんかそんな感じもしましたよ。であのこのジョージ・エロメロ監督っていうのはやっぱりこういう曲のセンスもやっぱり天才的かなってやっぱ思いましたね、うん、まあ、元祖ですからね、はい、ゾンビやっぱりゾンビの元祖ですからこの方がいたからバイオハザードとかもできたわけですからね、うん、本当にもうこの方が77歳で亡くなったら流れ惜しくってもっともっといろんな映画を作ってほしかったですけどもね、うん、はい、もう彼が本当に作りたかったっていうような政治的な映画とか本当に政治家をテーマにしたような映画とかも作ってほしかったですけども、うん、まあ本当に惜しい方を亡くされたなって思いました、はい、このどうせならね死ぬ前に一本本当になんか作りたかったっていうこのそうですね政治的なものを一本作ってくれたらよかったですけどね、はい、あのトランプ大統領を扱った映画とかね作ってほしかったですしまた ね違うだろうこのハゲの映画も作ってほしかったなは、まあ、それはダメですかねだいぶなんか取材してる間になんかぽっくりいっちゃいそうですけどねそうですけどねでもねくだらなすぎてとかねあと隠蔽とかとかねははそういった映画も作ってほしかったですけど、まあ、全部日本ですけどね国が違うの大変ですけどねあでも多分日本を扱った政治映画では多分彼はいい作品を作れたかなって思いますよ、うん、またね本当にまた来週ネタにはこと書かないですからね、はい、というわけで始まりましたアメリカの夜また来週ですね、ま、たではまた来週この時間ですさよなら。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。いやでもジョージ・エロメロ監督って面白いですよね。矛盾の完全に矛盾してますね。確かに矛盾ですよね